こんにちは。Hey guys, this is Kaori. I'm broadcasting from Portland, Oregon. 今日もオレゴンから、配信をしています。今日はですね、私ずっと英語コーチっていうのを3年間ぐらいやってたんですよね。で、やってたんですよね。てかやってんだ、今もやってるんだけど、3、4年くらいやってきて、正直いろんな人に教えてたんですよ。で、2021年からちょっとコーチをつけて、いろんな人に教えるのをやめてみて、英語の、中級上級のレベルの方にちょっと絞ってみたんですよね。でさらに2021年の半年過ぎてからもっと絞ろうと思ってスピーキング英語環境にいる方、英語を仕事とか生活で使う必要のある方がスピーキングとコミュニケーションを強化するっていうところにちょっとフォーカスしたんですよ。でなんでかっていうと、本当にこのスキルがね、あるかないかで、道は開けるみたいなくらい違うので、ちょっとそれを私の体験談を踏まえてお伝えしようと思います。どこから喋ろう？サクッと話すと、28歳くらいの、あ、もうちょっと前かな。まあいいや。まあ、20代後半の時に結婚をしてアメリカに来て、その時に私別に英語話せたんですよね。普通に会話できるし、その時の夫、もう離婚してるけど、その時の夫はアメリカ人だったし、別に彼の家族とか友達とも別に喋れるし、で、その時も、彼がビジネスを始めたので、フランチャイズ経営ってことで、私、アイスクリーム屋さんで毎日働いてたんですよ。英語で接客して、でバイトの高校生に教育してとか、もう来る日も来る日もお客さんと会話をしてたんですよ。だから、つまり英語は喋れてたわけですよね。けど、いやこれじゃお金ならんわと思って一回アメリカで派遣をしたことがありました。派遣っていうのは、まあ、日本企業なんだけど英語を使わないといけなくて、3ヶ月だけ営業事務みたいなのをやってみたんですよね。ちょっとお金になるかなと思って。でそうするともちろん英語だけの世界ですよね。で一緒に教えてくれた人も全部英語だし、日本企業とはいえ営業の人が全部アメリカ人だから、まあ、日本語は、まあ、使うことってほとんどなくって、なんかちょっとそういうちょっとやってみようかな、仕事でもいいしボランティアでもいいし、なんかわかんない、学校の子どものなんかプロジェクトの代表とかコミュニティの代表とか、なんかこういうヨガクラスに申し込むとかも何でもいいんですけど、なんかちょっとそういうのをやろうって思った時になんか自信ないなと思ったんですよ。アイスクリーム屋だったら大体何聞かれるか分かりますよね。でスモールトークはもちろんみんな違うけど、大体聞かれるものってなんか何の味がありますかとか、サイズはとかいくらとか、他のアイス何が違うのとか、どれくらいビジネスしてどうなのとか、ビジネスはどうなのとか聞かれることって大体予測できるんですけど、それ以外のところに行くと聞かれることって予測できないから、なんか私ちゃんと聞き取れるかなとかの前にちゃんと喋っていけるかなって、このなんかグループで特にこうパッパッパって早い会話の中で入っていけるかなって思ったんですよ。なんでかっていうと、アメリカに来てその家族とかとサンクスギビングとかクリスマスで、パーティーした時にね、若者の会話、私のその義理の兄とか姉とか同じくらいの年代の人たちの会話にすごい入っていけなくて、なんかこう早いなとか、ジョークわかんないなとか、なんかこう無理して頑張ってついていこうとしてたんですよね。だからそういう経験を毎年何回もパーティーのために何年もしてたから、なんかうんざりしちゃって、なんかそういう経験があればあるほど、なんかパーティーとかやだなとか、新しい人に会うのめんどくさいなとか、なんかそういうヨガクラスとかそういうコミュニティに入ってくるのちょっとうざったいなとか思ってたんですよね。で、そこから、まあ、今になってすごい変わったんですよ。今そういうこと全く思わない。何かっていうと、怖いっていうことをまず思わない。なんか大丈夫かなっていう不安とか、怖いっていう、ついていけるかなっていう不安も思わないし、なんか私が英語喋って、あなたどこから来たのとか、アクセントがあって、なんかそういう扱いされるかとか、そういうなんか別にどっちでもどうでもいいしって感じで全然気にならないし、
で、そういうところに入っていくと、昔の私は多分話しかけられるまで待ってたりとか、話しかけそうな、優しそうな人だけ選んで話したりとかしてたと思うんですけど、今そういうこと全くしないんですよね。だから、本当にこう、ファーってこう解放されたなと思っていて、この解放具合をね、皆さんに伝えたいんですよ。自分、だって英語が好きでとか、英語が必要で、いろいろ学んできて練習している方多いと思うんですけど、なんか特にスピーキングとか誰かと会話になった時に、なんかもう一歩のこのもう一歩具合が力がないとか自信がないせいで、多分いろいろ諦めてることいっぱいあると思うんですよ。で、それで諦めて、このままじゃあ、地道に英語を続けて使い続けていったらいつかチャレンジできるかっていうと、まあできると思うんですけど、15年ぐらいかかるかもしれなくないですか？ 10 年とか5年だったらいいかもしれないけど、それってすごいもったいないですよね。そのうちなんかで誰かすごいスキルと自信がある人にチャンスポッて取られたりとか、まあ、別にそれはいいんだろうけど、なんか分かりますかね？チャンスがあるのに、いや私英語自信まだ喋れるけど、やっぱりそこまで行くには、なんかもっとすごい通訳レベルじゃないといけないのかなとか、なんか、そんな人前で堂々英語喋っていく上に、途中でタジタジして、みんなの目線が怖くなったらどうしようとか、なんかそういうふうで諦めていることって結構あると思うんですよね。で、これは、例えば、英語を使う、仕事で使う人もそうだし、まあ、なんか私みたく、海外に住んで、まあ、馴染めないと思う経験をした人とか、なんかこう中にこう入っていけない感じ、怖いとかできないかなとか、英語がとか、英語できるんだけど、英語できるんだけど、こうなんかこうもう一歩いけないみたいな人がいるんじゃないかなと思っているんですよね。だからね、それをね、すごい解放したいなと思っていて、これ解放しなかったら私この先あと何十年、どのぐらいにアメリカに行くか分かんないけど、この先どれだけずっとそうやって思って生活してたんだろうと思ったら、おってぐらい、いやそれは嫌だなって思ったんですよね。だから、まあ、英語のスキルですよね。しっかり発信していく力、英語をちゃんと言いたいことをこうたじたじせず、おどろおどろせず、しっかり中身のあることを、まあ、使える英語ですよね。なんか別に英会話、旅行の英会話とか英会話じゃなくて、ちゃんと普通の人間として、一人の人間として、ただただ英語を使うって環境だったっていうだけの中、そこでちゃんと一人の人間として、日本人だったら日本語の環境でしっかり日本語を話していくって当たり前ですけど、大事ですよね。なんかさ、中学校とかに、小学校とかにあって、みんなのまあクラスの前で話す1分間スピーチなんかもじもじとかしてる、それは学生だったからいいけど、なんか大人になったら仕事でも、人と、近所の人とか、友達とかでも、なんかちゃんと喋る必要があるじゃないですか。日本語だったら。日本語だったら日本語の環境でちゃんと喋りますよね。なんか、そこで、避けたりとか、ごまかしたりとか、なんだろうな。言いたいこと言わなかったりすると、すごいもったいないですよね。だから普通に日本語だったら日本語の環境で当たり前にできていることを、英語ってだけで別に、もうなんか特別じゃなくて、ただ英語っていうだけで、それも同じように、日本語と同じように、普通にちゃんと現れて、ちゃんとショーアップして、ちゃんと普通に言いたいことをしっかり、もじもじ、たじろたじろせずに、ちゃんと伝えて、で、誰かとコミュニケーションを取ったときは、ちゃんと人間として、大人としてちゃんとコミュニケーションが取れるっていう、当たり前に、英語環境で求められている、絶対必要な力を、私ももっと強くしたいし、みんなにちゃんとつけてほしいなと思ったんですよ。だって、もじもじしたりさ、たじろたじろしてる場合じゃないですよ。だってね、だって ないですよとかって偉そうだけど。だって、日本語だったらしてないんだから、ただ英語になっただけですよ。ただ英語になっただけで、そこにブロックがあるんだったら、なかなか進んでいけないですよね。もったいないですよね。だからね、そこをすごい克服してほしいと思った。で、まあ、英語の、その具体的な、スキルとかはね、教えるし、やっぱりマインドセットっていうのが大事で、いくらね、英語が上手くてもマインドセットがないと、やっぱりそういう機会に進んでいけないので、ちょっと英語のこのマインドセットと、ちゃんとスキル、具体的に話せるとか、自分のことを語れるスキルとか、なんだろうな、なんかそういう感動した話を伝えられるとか、
誰か誰と話してもこう楽しく会話のキャッチボールができて、なんか人間関係が作れるっていうのもすごい大事だって、日本語で同じことしてるんだから、これを英語でも同じように当たり前にしていくっていうスキルさえ身につけたら、別に英語が理由でなんだろうな、なんか大きい仕事にチャレンジできないとか、なんかこうもっと英語環境に入っていけないとかっていうブロックがなくなっていくんじゃないかなと思いました。で、私自身もなくなったし、なんかみんななくなるべきだと思ってるから、うん、それをねやってますそれをやってますということです。ということで今日は何の話してたんだっけ、うん、今日はね、そうなんで私がこの英語環境にいる人がスピーキングとコミュニケーションの強化を伸ばすことに今フォーカスしているのかっていうところをね、改めてお伝えしてみました。 OK, thank you.